司馬遼太郎原作龍馬が行くとか坂の上の雲とか、もうその歴史が好きな人にとってはもうあの王道のやつでね。で、あの結局あそこ長岡藩、長岡藩の家老の話でね、あのもう大政奉還も死んじゃって、あのまあ薩長がどん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 こうね、あの政権を握っていこうとしよっちゃけど、あのなんていうかな、スイスみたいな、スイスみたいな感覚で、その日本を統一とかなんかじゃなくて、そのあそこだけは長岡藩だけは独立してやっていきたい、もしくはそのなんかな、戦わんで日本を平定していきたいと。だからある意味その脱藩とかしたわけじゃなくてさ、そのそこの過労で最後までその自分の立ち位置でこうやり抜きんしゃ、あの人の話でね。だけどあのいざ攻め込まれた時に、あの軍事を全くおろそかにしてるわけじゃなくって、ちゃんと軍隊はあの要するに武士であることはみんな忘れてなくて、ものすごく武芸はきちんと本当に本格的な武芸はしようしゃって、だけどいきなり戦いを好んだんじゃなくて、交渉に交渉を重ねるけど、どうしてもあの長州から来たもうあの勝てば官軍でね、あのあっちの方がもう要するに和平はないって言いちゃって、でそれで結局まあ戦いを続け、あの一遍城はあの取られてしまいちゃったけど、奪還しにしちゃったりするんだよね。だけどまあ私たちから見たら、あのくらいの歴史の時に、なんかすったもんだせんでから早く統一すればいいのにぐらいしか思ってなかったよね。なんか歴史をただ後からただ追っかける時ね、じゃなくてその立ち位置でものすごくその自分の立ち位置を貫いた人っていうのは、こんな人おっしゃったっちゃねっていうのを、ちゃんと司馬遼太郎さんとかは丁寧に書いてくださってるっていうのがね、だけで、その人がね、こんなにしちゃっちゃう。あの、カラスが好きって。で、なんでカラスが好きっていうかっていうと、朝になるとね、朝日に向かって飛ぶんだって、カラスは。で、日が沈んでくると、やっぱり夕日に向かって、その、飛ぶんですって、カラスって。だけど、いつも太陽に向かって、あの、飛んでる鳥だからって。だから、はぁ、そんな考え方もあるんじゃねえと思って。今やカラスは、あの、害があるとか言ってからさ、あんな言われようのにさ、あの、カラスだ。だけど、カラスってあの、ほら、もう、なんていうと、サングラスみたいな目しとやない、もう。目そのものが。だけど眩しくないっちゃろうね。とか、いつも常に太陽に向かって飛んでる鳥だから、あの、あれって、カラスが好きって言いました。登場人物、主人公。いや、うちはもう憎たらくてしょうがない。トマトやらキュウリやらスイカやら食べて、もう敵にしか思えない。いや、でもほら、ヤタガラスとかさ、ほら、なんか、カラスを神様にする地域あるやん。その、カラスって。カラスって神様の使いやったりするやん、時々。うん。うん、いや、ごめんね。現実問題、あの、畑、あの、大事な作物をやられようした人にとっては、なんでボケたこと言おうよと。いや、仲良くは好きだ。いや、てか、仲良くっていうか、あの、何度鳥が好きかって言われたら、なんでカラスかって言われたら、そういう理由なんだって。うん、いや、でも、なんかさ、あの、形勢が不利になったら、すぐこう、その時の情勢に向かってポロポロ動くんじゃなくって、逆にその時に一番こう、責任がある人っていうのは、動けんで、自分の責任を果たさないかんっていう、こう、まあ、生き方せないかんと思うっちゃうけど、なるほど、あの、あそこまで貫いた人がそのやっぱりおっしゃってる時、あの幕末ってさ、もう本当なんか、あの、私ね、歴史好きって言いながらもね、幕末のところってごちゃごちゃしててあんまり好きじゃなかったったけど、司馬遼太郎さんっていう人があんなして丁寧に書いてくれとんしゃんけん、今何度も何度もみんながあそこをこう検証できるっていうのはね、やっぱあの、あれやね。で、あの時代を頑張って、ステイシーになった人たちがいっぱいおってくれるけん、今があるんだっていうことを、こう、回答しちゃった、司馬遼太郎ってね。私たちは実は、あの、
なんか命を投げ出して守る国を守ろうね、あの奴隷、あの属国奴隷の国みたいにならんごとって頑張ってくれた人たちがお、あの時代、明治時代に追って、明治維新のところあのぐらいになってくれた時がおっしゃったけん今があるんだっていうのは忘れたらいかんかなって気はするけどね。今なんか日本ってなんかえらいこう元気がなさすぎるよね。なんかね、もうちょっと未来を明るくこう目を輝かしとってもいいんじゃないかなと思うけど、なんかでもなんか軍事費ってさ、もう 1% で抑えるのはもうやっぱ難しい時代でさ、 2% にしていかないかんとか言いちゃったけど、なんかそれもね間違いじゃないような気がするんでもするっちゃけど、なんかさみんな費用の取り合いみたいな感じがせん、こうなんか、ね、いやでもね、あんななんかほらロシアとかもだけど北朝鮮とかちょっとこう全体主義でこうファシストっぽいようなああいう人たちが近所におるっていうのはやっぱそれはそれでやっぱ防衛せない。だってほらうちがあんなちっちゃな規模なのにセコム家等みたいなもんやもんね、ある意味ね。防犯カメラつけとったりとかさ、そのほらあの先生からはベランダのとこにこうしたうちが有刺鉄線ばこうしとおけんさ、あんなしとったらどうのこうんって、ちょっといやいや先生あの世の中いい人ばっかりいないんで、あの有刺鉄線をねくるくるくるって巻いとかんといけない店なんですよって、あの要するに人様の大事なもん預かってるから、あの泥棒に入られましたはははって すまれんもんやけんって言ってからね、いっぺん、自分のお宝じゃないんですって、人様の預かりもんやけん、どうしてもねあそこに通ったらこう掴んだりとかなんかした時にあいたって、もうこらあのそれ以上入られんってやっぱせんといかんもんやけん、あの有刺鉄線をくるくるくるって巻いとかんといけないあの店なんですよっていっぺん言ったことがあったけどね。で先生はあのなんかな、あんなこうおどろおどろしくしとくのはどうもこんで言いちゃったちゃうって、いやいやあげんしとかないかんちゃう自分ちはね。だって登ってこられたらね、そうなんよ。でそれでもう登れな、あれは登れないなって、もう昼間のうちにこうね偵察に来るやん泥棒って、全然あ無理できないなってやっぱ思わせないかんけどさ、やっぱりね、自分のところのお宝がとろバンってやられてバンって終わりましたって言ったらそれは保険かけるがいいと思うけど、やっぱり預かりもあるけん、そんなその気にさせない、やっぱり準備をさせとかないかんけんね。なんかそういう意味では核を持ち合うみたいなね、国同士だったらね、なんかそんななるっちゃろうけん、まあそれで何、まあ闇の世界じゃないけど、それでほらこうある意味経済がね、周りを使うよね。そうなんよ。あんまり考えたくないけど。そう。やっぱね、それで金お金が動くんやけ。だってさ、経済が見えないところで経済が回るよね。そう。だけ30年に一遍ぐらいどっかで戦争を起こして、そこで結局経済が回るように資本主義ってしよう。だけけんあんなもうなんかできたシナリオみたいな。まだ、あ、分からんよ。あのはっきり言って。やれって言って言うわけじゃなくて、どっかで必ずこう それに乗じてって感じよね、どっちかっていうとね、でその時はほら新しい武器を、そう考えたくないけど、でもだって結局日本だってさ、そうやったらどうとかってほら、なんとか法とか言ってから、そのイギリス式じゃなんとか式じゃとかで、あの時だってほら鉄砲だとか大砲だとかなんとかかんとかってやっぱ輸入するわけやないね、どのファンもね、だって銃とさ、その時のね、でなんとか法なんとか法とか言って、もうたったそこあの何ヶ月かか 1、2年であの新しい銃を持っとったのはこっちやったとかあっちやったとかなんとかなんとかっていまだにねやっぱ言ったりするしね。だけどそれが今はそのあれやろ、そのもうどんどん開発しようしゃうわけやろ結局。であれの弾も最終的にはなんかあれみたいよ、なんかまるで日本刀みたいで最後の最後の削り、弾の最後の最後の削りはこういう人が職人がおっしゃって、こういう人しか作れないとかなんとかとかってさ、テレビで放送しましたけど、まあそれの何回なの、上手な職人が誰この人しかおらんとか、何日かおらんとかの分かるよね、最終的なその研磨の仕方はね、そんなのあるらしいよ。だけどなんかへえと思うけど、どうしようかなんか話ばっかりしてるけど、時間は？じゃあもうあれやね、ちょっとそろそろあれかな。だけどちょっとここはあれね、さっきの部分も自主練やね、自分で調べたらね。
来週までになんか3つ頑張らないか、ね、そうね、3つね、3つ、そう、3つしなさいって言っちゃった。いや、いくつかあったら言ったけど、まあまあ3つぐらいは頑張った方がいいかな。わかりました、素晴らしい。じゃあ今日はユニット3の、うん、ユニット3のなんかやり取り、ちょっと待って、どこ下がる、うん、